床の間正面奥左に床の間、右に違いだな。床の間左に付け書院の本家庭の構え。名古屋城、本丸御殿城団の間エドワードモースがスケッチした床の間のある座敷。モースは床の間を日本家屋の精神性の中心と表現した。床の間とは日本の住宅のうち格式を高めた客間などに設けられる一定の空間。正しくは床で床の間は 俗称とされる。晴れの空間である客間の一角に作られ、床柱、床が町などで構成されている。掛け軸や池田花などを飾る場所である。元来、仏家より出たもので、押し板と棚に仏像を置いていたと言われ、これが武家に伝わり、仏画や仏具を置く床飾りが広まった。南北朝時代に、不所蔑や違い棚と共に作られ始めた、押し板は、掛け軸を掛ける壁に、 置物や陶器などを展示する机を併合させたもので、その用途をそのままに金世の茶室建築に作られた上段が床の間となった。床の間は金世初期の書院作り、月や風書院をもって完成とされる。厳格な座敷では床の間、違い棚、付け書院の3要素が揃って正式なものとされ、その配置は座敷の正面奥の左側に床の間。 右側に違いだな、床の間の左の円側面に、奥から手前方向に付け書印が設置されるのが正式で、これを本があって、反対に床の間の左に違いだな、右に付け書印のものは、逆勝手と呼ばれた。大正時代には四畳半一室の住家でも三尺の床の間を設ける提案がなされるほど欠かせないものであり、日本の伝統建築が海外に紹介されるに従い、 室内の最も大切な象徴的な場所として、物を飾る、固定の場所が用意され、季節などに応じて飾る、美術品を変えて日常的に楽しむという、床の間のあり方が、西洋の建築からに影響を与えたりもした。第二次大戦後は、生活様式の変革を目指す、建築からによって、床の間の廃止が進んでいった。日本の住宅では以前はよく見られたが、最近の住宅では、 床の間のある部屋を設けることは少なくなっている。床の間は、前述のように南北朝時代の押し板の用途と同様で、絵画や鑑賞用の置物などを展示する空間である。近世には、有力者の館や城の広間、有力者の家臣が、使える主人を迎え入れるため邸宅の客間に座敷飾りが作られ、その一部として採用された。 主人のいる上段に装飾を施した床の間などの座敷飾りを作り、主人の権威を演出した。江戸時代には、庄屋などの一部の庶民の住宅において、領主や大官など家主よりも身分の高い客を迎え入れるために床の間などの座敷飾りが作られ、明治時代以降になると、都市部の庶民の客間にも床の間が一般化するようになった。現在では、 床の間のある部屋を省略することも多いが、床の間の起源に先祖返りするような形で簡素な飾り棚を置くような例も見受けられる。床の間には床板と畳の上面を揃えた踏み込み床、畳より床板の上面を高くした毛込み床、床の間の袖一角を袖壁と正面に幅の狭い壁で半ば隔て袋状にしたものを袋床などもあり、 置き床は移動できる簡易な床である。本床では床柱を中心としてその横に床の間や床脇を置く。床の上部に垂れる小壁の下場には落としがけをつけ、床と畳と二段差がある場合には床が待ちという漆塗りの平行材をつける。床の床板のことを床板という。壁仕上げには砂壁が用いられる。床柱は床の間で最も目立つ部材であり。 書院作りでは、拡充が基本であるが、指定などでは、すき家作りの影響から、不付きの丸木刀、珍しい名木を用いることもある。近世初期の御城寺工場院、客殿、二条城、二の丸書院、本願寺書院などは床が町を用いず、一枚板を置く。また、これらは貼り付け壁に、障壁画を描いている。民家の本床の間。床は木棚は違い棚。 床柱には花池が添えられている。床の間は床を単独で配置するだけではなく、廊下側に、府書院、反対側に棚を持つ床脇を備えたものを、本床の間や本床という。府書院は出窓状に奥行きを持たせ、その奥に書院欄間、障子が建てられる。元は出フ机という明かり障子を持つ出窓状の机で、南北朝時代に、 文具などのものを置いて干渉するためのものとして用いられるようになった。床を挟んで不所院と反対側に配される空間を床脇という、違い棚と袋戸棚がしつらえられる。床脇のうちにつけられる違い棚には上下棚や釣り棚などがある。袋戸棚は高さによって上を天袋、下を地袋という、いずれも引き違いのふす窓をつける。 書院作りの建築にある広間では床の間のある方を上座と言い、その反対を下座という。江戸時代以前の大名屋敷や城郭の御殿において上座のことを上段、それ以下を下段や中段などと言い、座敷飾りの施された上段は領主や当主などの主人の部屋とされた。茶室など床の間のある部屋に通された客は床の間の前に座って掛け軸、 航路、生けた花などを拝見する作法がある。ありがとうございます。